ただいまより定例の記者会見を始めさせていただきますはじめに知事から発言がございます皆さんおはようございます、えー、本日からゴールデンウィークにかけて30度前後になるという風な予報が出ておりますまだあの体があの暑さに高い気温に慣れていない時期でありますので、えー、熱中症のリスクが高まることが懸念されます 屋内では県民の皆様、特に高齢者の方はくれぐれも熱中症にならないようにご注意をお願いしたいと思います。屋内では適切な冷房、そして屋外ではこまめな水分補給を行うなど熱中症を予防し、命を守る行動をとっていただきますようお願いいたします。また、学校では部活動などが本格化する時期であります。各学校現場では 個々の児童生徒の体調に十分目配りをするとともにこまめな休憩時間の確保や水分・塩分補給など健康管理を徹底して児童生徒の熱中症・事故防止に万全を期していただきたいと思います、えー、次にゴールデンウィークにおける県内の観光周遊についてです桜の季節が過ぎ桜んぼや桃など ま果実の花々が里を彩り木々が芽吹き始めました新緑が鮮やかに生える季節を迎えましたまた今週24日には西安妻スカイバレーえそして本日26日にはザオエコーラインと鳥海ブルーラインが開通するなど春の山岳観光もスタートいたしました さて、明日27日からは、大型連休ゴーールディンウィークが始まりまりす県内では。県内でも川中島合戦の迫力あるシーンを再現する米沢上杉祭りや炭火で焼いた大型の角を堪能できる新庄角焼き祭りなど県内各地で多くの祭りやイベントが開催されます。 さらに、今月1日からは、JR 東日本と連携した山形県春の観光キャンペーンを心ほどける山形をキャッチコピーに展開しております。ゴールデンウィーク期間中には、山形の魅力を発信する特別列車が運行されるということであります。上杉博物館や地動博物館での国宝展示とか、 肘折温泉の夜を灯籠の明かりで彩る肘折の日の特別展示などの企画も催されます。国内外の多くの皆様に県内各地を訪れていただき風薫る春の山形を満喫していただければと思っております。それからこのの度本県選手の鈴木遠井選手手鈴木が あパリ2024オリンピック水球男子の日本代表に内定いたしました本県出身の内定選手は3人となり県民の皆さんとともに喜びを分かち合いたいと思います鈴木選手は前回の東京2020オリンピックに続いて2大会連続での代表内定とございます鈴木選手の活躍は県民の皆さんに 元気と勇気を与えてくれるものでありますので、オリンピックでのメダル獲得を大いに期待しております。えここで私から発表が3点ございます。まず1点目でありますえ。本日、坂田港が海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾、いわゆる基地港湾でございます。 基地公安として国土交通大臣から指定されました先ほど国土交通省東北地方整備局阿部副局長が来庁されまして直接私に指定書をお渡しいただきました大変感謝申し上げております県ではこれまでも基地公安の指定に向けて要望してきたところでありますこの度の指定により 基地公安として酒田港が活用され湯沢町沖などの洋上風力発電事業が前進するものと期待をしております。2点目はやはり酒田港なんですけれども酒田港への内港航,航路の開設についてであります。来月5月10日日金曜日から酒田港と北九州市にある 文字港・博多港を結ぶ新たな定期コンテナ航路が開設されることとなりました現在坂田港には週二便の国際定期コンテナ航路が就航しておりますが内航航路の開設は初めてでありますこれにより国内向け貨物の九州方面への海上輸送や文字港・博多港を経由した 中国南部、東南アジアなどへの輸送も可能となります。この度の航路開設は、物流の2024年問題にも対応できるものでありますので、県内企業の皆様には、ぜひ国内輸送にご活用いただきますようお願いいたします。県としましては、酒田市や関係団体などと構成している、プロスパーポート酒田ポートセールス協議会、 による新たな助成制度の創設なども行いながら県内企業に対して新規航路開設によるメリットを広く周知し酒田港の利用拡大につなげてまいります3点目はチェリサポであります昨年度に引き続き山形チェリサポ職員制度愛称チェリサポを実施しますのでお知らせいたします この制度は、さくらんぼの収穫等における人手不足に対応するため、県職員が副業として作業に従事できるよう、令和4年度から実施しております。今年度は、ゴールデンウィークの5月3日からスタートしてまいります。こうした県の取り組みが市町村や民間企業等にも広がり、 さくらんぼの人手不足の解消の一助になればと期待をしているところであります私からは以上ですはじめに代表者さんからご質問をお願いいたします幹事社朝日新聞の高橋ですよろしくお願いいたします代表質問2点目、二点あるうちの一点目からです、はい、えと民間研究機関の人工戦略会議が、はい 新たな地域別将来推計人口に基づく持続可能性分析結果リストを先日公表しましたこの公表結果について知事の所感を伺いますはい4月24日に人口戦略会議から令和6年地方自治体持続可能性分析レポートが公表されましたこれによりますと全国で 自治体、本県では28の自治体が2020年から2050年までの30年間で20歳から39歳までの若年女性人口が50%以上減少する、処別可能性自治体であるとされました。本県の状況としましまては2014年に 日本創生会議が公表した際の28自治体から 3, 3つの自治体が脱却そして3つの自治体が新たに加わり、まあ、結局ですね合計の市町村数というのは前回と同じとなっております28同じであります、まあ、今回の分析レポートは前回同様子どもを産む中心の世代であります 20歳から39歳までの若年女性人口に着目したものであり、県としましても改めて、若年女性の定着・回帰を中心とした社会減対策に力を入れていく必要があると思いを強くしたところであります。その上で、引き続き、結婚、妊娠、出産、子育ての希望をかなえる総合的な少子化対策にも注力し、 人口減少のスピードの緩和に向けて粘り強く取り組んでまいります今般の調査において厳しい結果が示された市町村は特に危機感を強くしているものと思います引き続き市町村と連携しながら地域の実情に応じた人口減少対策を強く推し進めてまいりたいと考えております ありがとうございます2点目に移ります、はい、えっと宿泊税の導入に関するご質問です観光振興の財源としてホテルや旅館の宿泊料に課税する宿泊税の導入が全国の自治体に広がっていますえ検討検討を進めてる自治体も多く隣の宮城県や仙台市でも導入を目指していますえ宿泊税という税制度に対する見解と山形県として検討する考えがあるのかを教えてくださいはい お答えいたします宿泊税は各自治体が条例により税率や税額、使途などを設定することができる法定外目的税であり、同住自治体では旅館やホテルなどへの宿泊客に対し、独自に設定した宿泊税を課税しているところです。令和6年4月1日現在では全国の3都府県及び 六市町で導入されております。そのうち、都府県における税額について。算定の考え方はそれぞれ異なるものの。お、一人一泊当たり、五十円から三百円の金額が。設定されているものと承知をしております。また、東北においては。県では宮城県が。そして、市町村では。弘前市、仙台市、秋田市が。 宿泊税への導入についいいててて検討されていると聞いておりますオーバーツーリーズムなどの課題への対応や受け入れ環境の整備に向けた観光振興施策の実施などのためには有効な税制度の一つであると考えておりますが一方でコロナ禍を経て回復途上にある観光需要をしっかりと軌道に乗せ地域の隅々までその恩恵が行き渡ると いうことが重要であると考えております、えー、観光は裾野の,の,の広い産業でありますので、えー、市町村や観光事業者など幅広く、まあ、皆様から幅広くご意見をお聞きしながらあ考えてまいりたいと思いますえっと1点目の質問でちょっと関連であのお伺いしたいんですが、はい、この消滅可能性自治体というまあ、この まあ表現に関して消滅というですねちょっとインパクトの強い表現に関してであったりあるいはこの指標に対してこの若年女性人口というですねこの特定の性別年代を指標に用いている点また何かこうその本来国が取り組むべきテーマを何か市町村が責任があるかのような印象を与えているんじゃないかとかいろいろこの報告にあたっては意見も出ているようなんですけれども知事ご自身はこういった あの報告に対して何かこう感じられることはございますでしょうかそうですね、まあ、例えばの本県としてはもう10年以上前からですねこの人口問題最重要課題だというふうに捉えて、えー、取り組んできたわけであります、まあ、あの首都圏以外は、まあ、東京以外はほとんどがです、ね、あの年々人口が減少しているというような、まあ、全国的な 課題だというふうに捉えておりますので、えー、ま本当に一つ一つの市町村であるとか県だけでね解決できる問題ではないなという実感を持っております。やはりあのこの国国策としてしっかり人口減少問題どうしていくんだという戦略を持ってですね取り組んでいく必要があるというふうに私は考えております。 といいますのは国内で減少傾向にある人口を奪い合うみたいな形になりますので日本と人口としてはあまり変わりないと言いますかただ、減少していく中での奪い合いというようなことになりますのでそういったことをやはりもっと大きな視点から考えて政府としてですね移民をどうするとか その外国人の労働者をどういうふうに対応するとかですね留学生を増やすとかいろいろなことがやはり大きな視点でしっかり取り組むことが私は大事なんじゃないかなというふうに思っていますもちろん地方自治体としてしっかり取り組んでいきますけれども進学就職のその時期に多くの,その若者たちがですね 県外へ流出するということも、これも全国共通の課題であります、やはり大学とか会社、本社機能をですね地方に分散するというようなことは、やはりもっとしっかり取り組んでいかないとなかなかこう解決に持っていくのは難しいというふうに思っています。 まあ消滅という言葉自体はですね本当にインパクトが強くてただこれ警鐘を鳴らさないとみんながやっぱり地獄をこう引き寄せられないというようなことがありますのでまあやはりそのインパクトある言葉を使って警鐘を鳴らしているんだというふうに私は受け止めています。やっっぱりこれはあの国地方一体となってですね大きく 構えて取り組んでいくべき課題ではないかなというふうに思っています。ありがとうございます。幹事社からは以上です。それでは記者の皆様からご質問がありましたらお願いいたします。花博新報社さんお願いいたします。 韓国新報の奥島ですよ。よろしくお願いします。はい、えっと最初に発表のあったあの坂田港のえっ、ー、と基地港湾へのえっ、ー、と指定についてですが、はい、改めてですねあの県内の経済効果どのような効果を具体的に期待するかという点をお願いいたします。あはいえー、っとはいまあ経済効果としましては、えー、一つにはあの直接的な効果としまして 洋上風力発電にかかる風車部品の輸入などによる酒田港の利用拡大効果が考えられます、それから風車部品の組み立て工事や海洋基礎工事における地元企業の受注機会の拡大、そういったこともあります、また風車の維持管理等の新たな産業の拠点化などが考えられると思います。それから その波及効果としまして地域産業の振興や雇用の創出交流人口の拡大といったことなども考えられると思っております。 えっとまあ同じ再生可能エネルギー関連の,あの違う話題なんですが、はい、あの関西電力がえと熊野開さんであの計画していた風力発電事業をあの撤回あのしたということだったんですけれども、えっと、知事は以前、事業へあの懸念というのもあの示されていたかと思うんですがあの受け止めをお願いいたします。はい、はい、そうですねえーえー、と 関西電力が確かに。犬犬鷲のことが、あの。話題になったと、いうふうに思っています。えー、っとですね。まあ、あの。尾花沢。とか、船形町とか、最上町にまたがる。エリアだったと思うんですけど。この大規模な風力発電事業につきましては。土砂災害や。 冬の当機間の維持管理への懸念があり同社に対して説明を求めていたところでありますまた事業区事業区域周辺で犬鷲などの被傷が確認されたことからその生息についてしっかりと調査を進めてもらうよう要請をしておりましたこうした中で関西電力では犬鷲や熊鷹の生息調査を 実施しておりまして今月上旬に中間報告の段階ではあるんですが事業区域周辺において複数の飛翔や映像が確認されたということから事業を断念する意向であるとお聞きしていたところであります自然環境への配慮という観点から関西電力において適切にご判断いただいたものと受け止めております 県としましては引き続き再エネ条例に基づき地域の理解や自然環境歴史文化的環境等との調和が図られた再生可能エネルギーの導入を関係市町村等と連携しながら促進してまいりたいと考えています。 であのまあ、今回の事案もあってあの事業は違いますが、はい、まあ洋上風力においてもこうした自然との共生だったりとかあの住民の理解というのはあの必要になってくると思うんですが、はい、あの県としてあの、まあ、あの事業を促進するためにこうどのようにあの進めていきたいかという点を教えてください。そうですねあの、まああ 県はですね、再生可能エネルギーを進めるということには、積極的にといいますか、賛成の立場であって、そういったことには取り組んで、県としても取り組んでいるという状況であります。ですがやはり 条例も全国に先駆けて作ったと承知をしておりますがやはりその自然環境でありますとか歴史景観といったことにもきちんと配慮をしながらです、ね、その上で再生可能エネルギーの開発ということについて、まあ、いろいろとお話をお聞きしながら。 導入進めていきたいという、あの、その姿勢に変わりはありません。はい、では、山形新聞社さん、お願いいたします。はい、山形新聞の鈴木です。おはようございます。おはようございます。ます私からの米坂線についてお聞きします。あはい、はい、えっ、ー、と、先日、米沢でキックオフイベント。 えー、と復活絆まつりが8月31日に開かれることがきほぼ決まりまして、えー、キックオフイベントがありました、えー、えと知事も実際に米坂線にご乗車されて、うんえー、地元の方などともお話をされたと思いますが、うんはい、改めてです、ね、この米坂線復旧に向けた思いをお聞かせください、はいは、えーまあ、先日ですねあの私も。 県議会もありましたので、えー、まあちょっと駆けつけたという感じでありましたけれども夕方確か4時17分ごろの米沢発の米坂線に、えー、実際に乗車をしてまいりました、えー、そしてまあ高校生が本当にたくさんあの乗っておられまして。えー 高校生の通学の足なんだなということを聞いてはおりましたけれどもあの実際に痛感をしてきたというところでありますそして本当に自分たちももちろんだし後輩のためにもしっかりと復旧早く運休を クリアしてですね運行を開始してほしいという,う生の声を聞いてきたところであります。まあ,あの沿線自治体の首長さんたちも数名一緒に乗っておられまして、やはりその前に絆祭りの米崎線復旧の絆祭りの実行委員会が設立されたということでありますけれども。 その復旧に向けて、絆を深めながら、連携して、しっかりと取り組んでいくという決意もお聞きしております。これからもです、ね、その地元の熱意、また、若い人たちの将来の希望といったこともしっかり実現していかなくてはならないという思いもありますので、 今後 JR 東日本政府とのさまざまなやり取りが出てくるかと思うんですけれどもやはり第一義的には新潟県山形県両県と沿線自治体その思いをですねしっかり絆というものを深めながら復旧に向けて取り組んでいきたいというふうに思っています。 ありがとうございます。もう一点全く別な質問をさせていただきます。あの、はい、先日知事あのバスケットボールのワイバンズの試合感染されたと思いますが、はい、すみません今年はモンテッティオ山形の試合感染は、うん、どのようにお考えになってますでしょうか。そうですね。あのバスケット久しぶりにあの感染してきましたけれども、おまあサッカーそれあの。 まあ、県内にはプロサッカーチームもありますし、えー、バレーボールのチームもあります、まあ、私の立場ですからやはりあの1回ずつは足を運んでみたいかなとそしてあの観戦させていただきたいかなと思っています。はい、ありがとうごございます、はい、他にご質問の電話 共同通信社さん、通信社さんお願いいたします。共同通信の中村です。でも、はい、先ほども少しお話が出た、えー、と再生可能エネルギーについてですが、えー、今月からあの宮城県があの大規模に森林を開発する事業者に対して、太陽熱事業者に関しては課税を するという新しい制度を導入しました。これについてまず知事の受け止めと、あとそれを踏まえてあの山形県では導入をどのように検討しているか教えてください。はい、わかりました。えー、っとはい、えー、本県では再生可能エネルギーと地域の自然環境、歴史文化的環境等との調和に関する条例というものを令和四年、うん 四月から全国に先駆けて施行しております地域の理解や自然環境歴史文化的環境等との調和の取れた再エネの導入に取り組んでいるところですカーボンニュートラルの実現に向けては地域と調和の取れた再エネ導入をさらに進めていく必要がありますより効果的な手法を検討していく上で宮城県の再エネ地域共生促進税は 新たな取り組みであると考えておりますそのためこの度のアンケートでは災害防止や景観保全等の観点から導入の可能性を調査するという趣旨で加入の失礼課税の導入を検討中と回答したところであります現時点では宮城県の税条例の施行による再エネ導入促進の効果や東北各県における 地域と共生した再エネ導入の取り組み状況のほか発電事業者からも税導入に対するご意見をお聞きしているという段階でありますこれらの動向なども参考にしながら現在運用を行っている本県の再エネ条例との整合性はどうかといった課題を整理して 税導入の可能性について前向きに検討してまいりたいと考えております。 ありがとうございますあの再エネの導入は県もあの進めてきたところだとは思いますがここに来てあのやっぱり住民トラブルを回避したり、まあ、やはりあの地,域あの地域の自然環境を保護しなければいけないという、はいまあ、その,あの両立がやはり問題になっているとはう、ねはい、思うので、まあ、その点をあのもう一度こう知事の言葉であの、まあ、どういうふうにこうそれを両立させていきたいかという思いを教えてください。はいあの まあどうしてもですね、その再生可能エネルギーというのは、山、え、間、ーまあ、部というところがですねあの、調査されたりするんですけれども、ご希望あったりするんですけれども、まあ、本当にこの最近、えー、自然災害というものが激甚化、頻発化しているということも、あの やはり念頭にに置いていいいいいててかななきゃいけないというふうに思っています本当に山形県は山がたくさんあって風景の良いところもたくさんあるんですけれどもその自然災害を防止するといいますかそことの兼ね合いというものがやはり大変大事であります。プラスしてその観光歴史景観といったことも大事でありますので。 市町村のご意見もお聞きしながらです、ね、しっかり災害から守る、そして、まあ、でもそういったことがクリアされれば、あの導入は促進できるという、まあ、両面ですね、やはりしっかりこう両立できるように。 してていいいいきたいとういうふうに思っています、えっとまあ、先ほど知事もおっしゃったようにすでにあの山形県にはもう条例もあるというところですが、はい、そこからさらに税金をかす事業者に対してこう税金をかすというのは、うん、まあそれはどういったからいから宮城県の例を見ますとそれはやはりあの導入反対ということではなくて やはりその自然環境が守られる守られない懸念があるというようなところに対しての,その税導入だというふうに私は受け止めておりますのでやはりそういったメリハリをつけて対処していくというのは私は大事なことではないかなというふうに思っています。 最後に青森県の知事も先日、導入を表明して5月に有識者会議を立ち上げるというふうな発言がありましたが今後、山形では具体的にどういう進め方になっていくでしょうか導入ののいうのはそうですね先ほど申し上げたようなさまざまな動向ということを今、調査中の段階だと聞いておりますので。 そういったことを進めながら、やはり今後、前向きに検討するということでありますので今、今すぐということではないけれども、しっかり検討した上えで、進めていくということになると思います、はい。他にご質問のある方はいらっしゃいますか、それでは今、手を挙げていらっしゃる方で、最後にさせていただきますますずさんお願いいたします。 かあの n. H. K. の岡野です。よろしくお願いいたします。はい、えっとです。お米、米作りについてなんですけれども、はい、これからもうあの田植えの時期。まあ差し支えとしていてですね。すねまあただまあもう今日も三十度近い。気温になるということで、まあ今年もその暑さが予想される中で。まあ農家さんはもうすでに対策を取られていらっしゃると思うんですけれども、まあ、どういったこう。あのなんていうの米作りを、あの。 まあ知事ととして呼びかかけられると言いますか、まあ、その注意点どういうことを気をつけるべきかというのをちょっとご認識をお聞きしたいんですけれども <laughs> はいまあ本当にあの専門的なことまではね私からはなかなか申し上げられないところでありますけれどもやはり本県のブランド米 そういうのがあります、ね、あのつや姫雪若丸というブランド米がありますので、まあ、昨年本当にあの、まあ、まあ全部を合わせて全国でかなりのこう順位が下がってしまったというのがありまして、えー、米どころ、まあ、米生産圏としてですねやはりえそこはあの しっかりとまた一等米比率を上げて、えー、そしてブランド米というものをしっかりあの守っていく必要があるというふうに思っていますブランド米っていうのでやはり価格,価格にも影響してきますしそれは農家さんの収入にもあのつながっていくと。 いいうふうふに思っていますですから暑い中で大変なんではありますけれどもあのその昨年の暑さの中で言いトマー比率が低下したということについての検証を行って、えー、皆さんで、えーまあ、県とそれから関係機関と生産者の皆さんとで、うんえー、しっかりあの取り組んでいくということをお聞きしていますので。 やはり昨年度の2の前にならないようにですね、しっかり検証をした結果に基づいて1等前比率が上がるようにしていただきたいというのがの私の願いでありますそうでないとブランドもなかなか堅持できなくなるのではないかという懸念もありますので これまで本当に全国の皆様に、えーまあ、あの不安になって頂い,いているつや姫雪若丸というものをですね、えー、しっかりこう一泊比率をまた上げて、えー、山形県米どころ山形県としてのおなんて言うんでしょうか誇、まあ、りといいますかあその。 展示していただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。もう一点関連してなんですけど、先日あの県の会議でもまあその暑暑さに強いまあ品種をまあ改良というか、うん、あの開発していこうという話になってるんですけれども、うん、まあ言える時点で今どうどういう状況でそのまあ将来なんでいつ何年後までに作るとかっていうのはもしあればちょっと教えていただきたいんですけど。うんうん、はいあの。 残念ながらその情報をまだ私の方にもらっておりませんので、はい、<laughs> あの申し訳ありませんがこの場ではちょっとお答えできないです私も早く知りたいです。はい、<laughs> 分かりました。ありがとうございます。はい、はい。では読売新聞社さんお願いいたします。はい、えー、読売新聞の辛田です。はい。えー <coughs> 先日、ですね自民党の,あの整備新幹線鉄道調査会のプロジェクトチームに吉村知事、あの東京まで行って参加されたということだったんですけれども、はい、どういうことを訴えられたのか、改めてお願いいたしますあはい、分かりました、えー、自由民主党の整備新幹線と鉄道調査会の幹線鉄道のあり方に関する PT、プロジェクトチームですね、PT。 座長が遠藤俊明衆議院議員であります。それがあの四月二十二日に開催されました。まあこのたび自由民主党から感染鉄道についての関係者ヒアリングを行いたいということで本件に対して出席の依頼がありまして私が出席してきたところであります。この PT では私から本件における 山形新幹線米沢トンネル箇所の整備促進と鉄道沿線活性化の取り組みについて説明をした上えで全国的な鉄道ネットワークの機能強化や安定性向上にも資する幹線鉄道の機能強化を政府として推進すべきであるということや米沢トンネルのように高速化の安定性向上につながる最重点 箇所の整備を先行的に進める必要性などについて、直接意見を申し上げてまいりました。えー、まあ、その場にですね。あの出席されていた国会議員の先生方からも米沢トンネル整備の意義について、のご理解、また応援のご意見も頂戴して大変心強く感じてきたところであります。 これまでも申し上げておりますとおり、山形新幹線米沢トンネル箇所は、山形県の未来を開く希望のトンネルだというふうに思っています、本県の発展に、将来の発展に不可欠なものでありますので、早期実現に向けて、県議会の皆様や市町村、経済団体と十分に連携するとともに、住民、主党の国会議員の皆様にもお力強いいただきながら、 政府への働きかけを一層進めてまいりたいと考えているところでありますはい、ありがとうございますそれでは以上をもちまして定例の記者会見を終了いたしますありがとうございましたありがとうございました